下関通り魔殺人事件とは、1999年9月29日に、山口県下関市の西日本旅客鉄道下関駅において発生した通り魔事件。1999年9月29日午後4時25分頃、加害者である運送業の男優が、レンタカーの乗用車に乗ったまま JR 下関駅東口駅舎のガラスのドアを突き破って、 駅構内の自由通路に車ごと侵入、そのまま売店や多数の利用客などの存在する駅構内を約60メートル暴走して7人を跳ねた。その校舎から降り、包丁を振り回しながら改札を通過し、2階のプラットフォームへと続く階段を登る途中で1人を切りつけ、プラットフォームに上がってからさらに7人を無差別に切りつけた。優は駅員に取り押さえられ、 山口県警察鉄道警察隊に現行犯逮捕された。優のこれらの行為により5人が死亡、10人が重軽傷を負った。優は九州大学工学部を卒業し、一級建築士の資格を取得。1989年から福岡市内の設計事務所に勤務したが、対人関係がうまくいかないのを理由に退職。その後、自身で、 設計事務所を立ち上げ経営していたが、経営に行き詰まり廃業。その後、人に会わなくて済むからという理由で1999年1月に、軽トラックを購入して運送業を始めたが、台風18号で、軽トラックが冠水し、使用不能になり、何をやってもうまくいかないと思うようになる。優はその責任が両親と社会にあると考え、本件での犯行に及んだという。 なお、下関での事件の約3週間前に池袋通り魔殺人事件が起きていた。優は後半の中で池袋の事件を意識した池袋の事件のようにナイフを使ったのでは大量に殺せないので車を使ったと述べている。また、優は月に数回下関市内の民間病院に通っていたことも分かったため優の精神状態の調査も実施された。さらに優は 校長は犯行のために勝った。怪我をした人や死んだ人には悪いことをしたと思うし、かわいそうだと思うと反省の様子も伺わせていた。その後、同年12月より行われた山口地裁下の関支部での刑事裁判の中で、弁護側が優の精神鑑定を請求。弁護側の申請した鑑定員による精神鑑定の結果、優には妄想性パーソナリティ障害があり。 事件発生当時、心身交弱状態にあったとの鑑定を行った。一方、検察側が証人として申請した鑑定医は、優には完全責任能力があるとの判断を下した。このように、精神鑑定の結果が分かれる中、2002年9月20日に裁判所は優の完全な責任能力を認め、休憩通り U に死刑判決を言い渡した。は、 控訴したが、控訴審の広島高等裁判所の判決も2005年6月28日、死刑を指示し、控訴を棄却した。その後、優は最高裁判所に上告したが、2008年7月11日に、最高裁判所第二章法廷も1審並びに2審の死刑判決を指示し、優の上告を棄却。これにより、優に対する死刑判決が確定した。 2012年3月27日、小川俊夫法務大臣が死刑執行命令書への署名を行い、翌々日の3月29日に広島拘置所で有の死刑が執行された。同日は横浜前菜一家殺人事件、宮崎連続強盗殺人事件の各死刑囚に対しても死刑が執行され、死刑の執行は1年8ヶ月ぶりのことであった。自動車による被害は、 加害者の故意によるものであっても自動車損害、賠償責任保険の保障対象となるため、自動車にはねられて死傷した被害者に対しては、自賠責による支払いが行われた。一方、自動車によらず、ナイフで死傷した人たちに対しては、犯罪被害者等給付金のみが支払われたため、同じ事件でありながら公的保障額が不平等で、あるとの指摘もあった。このことを契機に、 2001年に犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律が改正され、犯罪被害者への保障範囲の拡大と支給額の見直しが行われている。なお、この事件で、加害者が自動車で侵入した下関駅東口の駅舎は通り魔事件から約7年後の2006年1月7日に放火により消失、その後の駅周辺の再開発に合わせて改札口の位置や、 形状も事件当時とは大きく変わっている。ありがとうございます。